こちら最新の圧倒的ダウンジャケット、イージスフュージョンダウンをご紹介していきたいなと思います。こちらなんと2023年の新色を、手に入れてきました。何が一番すごいのかというと、形とか変えずに値段を変えてないところがすごいんですよ。はい、本日はですね、こちら最新の圧倒的ダウンジャケット、イージスフュージョンダウンをご紹介していきたいなと思います。ということで、こちらなんと2023年の新色を、手に入れてきました。で、これはですね、今年の秋口に行った新作の、展示会があったんですよ。で、そこで来たのと全く同じやつなんですけど、これピスタチオっていうカラーが今年から出ております。こちらのカラーいかがでしょうか。僕はですね、サイズが身長178で体重70か69ぐらいで、LL サイズをいつも着用してます。ワークマンはね、なんか L やとね、袖が足りないんですよ。だからだいたいいつも LL ぐらいで、多分これ見ていただいてる方もね、うなずく人いってるんじゃないですか。確かにこれワークマンさんの丈、袖丈めっちゃいつも短いよというところでワンサイズ上げられてる方もいらっしゃると思いますが、まあ体感的にはノースフェイスの L サイズ着てる人やったら、まあ多分 LL やろうなっていうね、感じになってると思いますね。ピスタチオカラーいかがですか。色味的には非常にいい感じの色味じゃないでしょうか。ちょっと色が出てないかな。もう少し緑っぽい感じはあるんですけど、まあ他にも黄色とか相変わらずのこう人気色っていうのは出てるんですけど、これがね、すごいところがなんとなんとなんと値段が据え置きで来たっていうところなんですね。こちら皆さんご覧ください。ズドンということで、お値段がですね、5800円。この今いろんなブランドが値上げしてる最中、ここは値上げしてこない。確かね、アウトドアブランドはつい最近アークテリクスも 30% くらい値上げしたし、ノーセンスも毎年値上げしてるし、パタゴニアも値上げしてる中で、こう値上げしないっていうのがすごいって、ただ単にな、値段が変わってないからすごいって話しちゃいますよ。何が一番すごいのかっていうと、形とか変えずに値段を変えてないところがすごいんですよ。っていうぐらい、今ってもアパレルは形変えなかったらもうどうやったって値段上がるよねっていう状態なんやけど、その形も変えてないし、生地とかも変えてないのに値段を変えてないっていうところが確かにすごいよねっていうことで、ついこの間ね、ワークマンの人と喋ってた時に言われたのが、なんかワークマンがね、今自社でね、工場さんとね、こう提携してて、もう最短めちゃくちゃ早く仕上がってくるっていうシステムをようやく作り上げたって言ってて、まあそれアパレルやってへん人からへーって感じだけども、アパレルやってる人からしたらすごいなっていうところでね、結構確信が今出てるんですけど、まあそんなね、ジャケットになってくるんじゃないかなと思います。ちょっと僕覚えてないけど、この裏側の生地、この背中の部分の生地あるじゃないですか、これがね、よく見てもらうとこういったちょっとアルミっぽいチタンっぽいやつが入ってるんですね。でこれがですね、非常に暖かさがあるっていうところもありますし、僕自身も自分でダウン作るときにこれ素材入れようかなと思ったくらい、これちょっとグレーなんであれですけど、これブラックのカラーなんで、まあ同じような感じですね。このチタンの配合をしてて、より保温力が上がるっていうところがいいんですけど、この裏地を採用してしまったがおかげにデメリットがあるんですよ。だからまあそんな話も今日はしていきたいなと思うんですけども、まあまず見ていただきましょう。形としてはもうこれ仕上がってますね。もう完璧っていうのも、なんでなのかっていうと、某ノースフェイスのね、マウンテンダウンジャケットと全く一緒だからと。何が違うのっていうくらい、これマウンテンジャケット、ノースフェイス、これ訴えたら、勝てるかもしれんけども、まあ、それぐらい全く一緒なんですよ。某マウンテンジャケットとね。まあ、それがこちらですわ。ちょっと一回着てみましょう。はい、ノースフェイスの方着てみました。どうです？もうほぼ一緒でしょ。これ何がちゃうねんっていうぐらい一緒なんですけども、まあ、見た感じはね、もう形としてはもう仕上がってると思うんですよ。もうこんな形で作りました。もう作りましたっていうのを、ワークマンさんが言うんであればね、よし、もうこれは形は完璧。これ以上言うことない。だってもうこれノースフェイスと一緒やもん。だから特に、悪いところってないとは思うんですけども、あとは機能的な問題で、この5800円のダウンジャケットがどこまでの機能があるのっていうところだと思うんですけど、以前ね、安くてもおすすめの洋服っていうのを僕動画出したんですけど、その時にも言ったんですけど、ワークマンはとにかく化繊がつくようにですよ。化学繊維のブランドって覚ってもらって OK です。っていうくらい、化学繊維、この外側の生地もそうなんですけど、化繊なんですね。で、ナイロンとかポリとかもそうなんですけど、そういったのにめちゃくちゃ強いので、化繊に関しては、これもう防水になってるんですよ、ちゃんと。おそらく提携してる工場とかが、繊維工場がすごい強いんやと思います。だから、化繊はすごい。ただ、コットン系のロンティーとかは、ちょっと僕、これでこのなんていうのもあったりするんですよ。だから、コットンとかウールとかはちょっと微妙やなと思ってるけども、とにかく化繊は強いから、もうこの外側も結構やっぱすごいんですよね。ちゃんと防水性があって、それでいて、こうバイクとか、チャリンコとか乗ってて、多少雨濡れたりとか、それこそ、まあ、極端な話ね、ツルーンってマンホールでツルーンって焦げちゃって、ザーってこう肩から行ったとしても、丈夫やと思います。だからそれぐらい完璧に作られて守られてるんですけども、やはり中綿がほぼ入ってないですね。ダウンがこれ比べたら分かるんですけど、腕とかスカスカなんですよ。でこの胴体の身頃のところもどうしてもこうスカスカになってて、っていうのもね、見てください、ないんですよ。ほら、つまんでももう綿がないんですよ。で、それは仕方ないじゃないですか。それは5800円でダウン入れるっていう方がもう不可能やから、そんなことは。それはノースフェイスの方がね、こう綿がしっかり入ってんの分かると思うんですけども、もうこれはワークマンの方はね、それはもう綿とか、このダウンとか入れようがないんですよね。それは5800円で文句言われたって困るじゃないですか。だから、
暖かいかって言われたら、まあ全然暖かくないっていうところなんで、これをねちょっと作業着とか仕事着にしたいなっていう方は、こういったロンT1枚に着るっていうのでは寒いと思うので、まあ、中にフリース着たりとか、重ね着して着れば暖かくね対応できるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、重ね着したらダウンの意味ないですけどね。ダウンジャケットって重ね着せんと着れるからいいところやけど、重ね着するんやったらそれコートでええやんって話になってくるんですけども、まあ、それはちょっと一回置いといて、まあ、そういう風に着れば、暖かさっていうのは担保できるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり僕ちょっとこれ気になるっていうところが、このライナー裏側のこの背中のところだけの生地ですね。ここっておそらく発熱があったりとか、すごい保温力を高めてくれる。だから中綿がそんなに少なくてもなぜかあったかいんだよね。え、なんで？そう、中にこういう裏の保温力を高める素材が使われてるからなんですよ。うわ、すごいワークマンさん考えられてるってなるんですけども、僕も同じようにそれダウンで作るときにやろうかなと思ったんですけども、なぜやらなかったかっていうと、これねすごい蒸れるんですよ。だから着ててね、ダウンジャケットの快適性って軽いとかっていうのもそうやし、あと動きやすいで、それでいて蒸れないっていうところが良かったりするんですけども、あのダウン自体がね湿気とかも吸収するんですよ。だからそれで蒸れにくかったりするんですね。で、普通ってダウンジャケットってこれ全然あの湿っちゃったら全然風とか通らへんから蒸れるはずやのに、なんで蒸れへんのかなっていうと、ダウン自体がちゃんと吸収してくれたり、あと放出してくれたりしてるっていう、そういう役目も若干あったりするんですよ。だからそれがこれ全くないんですよね。で、その代わりこのチタンでなんとかして繊維でこう発熱を止めようとしてるはいてるんですけど、それしちゃうとこうデパートとか行ってたりしてね、なんか熱い汗かいてるおっさんとかおるじゃないですか。で、うわな、あのおっさん着すぎて汗かいてるわっていうのはあると思うんですけど、それになりやすいね。なのでさっき言ったみたいにこうライナーいっぱい着込んでこう着るっていうのはいいんですけど、それするとめちゃくちゃ背中ついてます。だから暑くて重たくなってくるっていう状態になるので、まあその辺がねちょっとまあどうなんかなっていうところで、これ僕ちょっと去年からあった変更なんかどうか知らないんですよ。だからこれちょっとまだ教えてほしいんですけど、背中の部分、これいや去年からあったよ、タクゾーってやるんやったらコメントとかもね教えていただけたらなと思うんですけど、これはね結構ねチタン系ってよくやるブランドあるんですけど、あとは考え方次第なんですけど、僕は個人的にはねあんまりそういうのが好きじゃないので採用はしてないんですけど、おそらくワークマンさんもそこは分かった上で背中だけに入れて、この腕周りとかっていうのは入れたいんです。要はここの背中にしか入ってない状態なんですけど、このねヒートアシストってここに書いてますわ。これがあるおかげで、まあ、めちゃくちゃ蒸れるんですよね。だからその辺がまあちょっと注意点になってくるかなと思いますけども、以前ねこのノースウェスと、ワークマンの比較動画っていうのを出させていただいたんですよ。でそれがまあ約2年ぐらい前になってると思うんですけど、その時に僕何言ったか全く覚えてません。あのだいたい1ヶ月ぐらい前の動画で何喋ったかって聞かれても覚えてないので、何喋ったか覚えてないんですけども、じゃあこのジャケットのデメリットっていうのはね、もしかしたら被ってるかもしれないんですけど、聞いていただければなと思います。でじゃあこのジャケットのデメリット何なのかっていうと、このダウンジャケットって実はダウンも入ってるんやけど、ダウン以外も入ってるんですよ。で、それがデメリットなんですよね。いいとこでもあるけど悪いとこなんですよ。え、なんでなんかっていうとね、これパッて見てください。ここ、中綿ポリエステルが 45% で、ダウンが 35% で、アクリル 15% で、フェザー 5% って入ってるんですよ。で、これ何を言ってんのかっていうと、普通ダウンジャケットって 80% がダウンで 20% フェザー。足したら 100% ですよね。で、これはそうなんですよ。80-20 なんですよ。で、もっといいやつが言ったら 95% がダウンで 5% がフェザー。で、フェザーが多いことによって、要は羽やから突き破ってきよるんですよ。だからフェザーは少なければ少ないほどいいよね。まあ、これは理論としてわかるじゃないですか。で、今回フェザーが 5% しか入ってないから、あ、これはそれでいいじゃないですか。突き破ってこないじゃないですかってなるんですけども、ポリエステルとアクリルとダウンを競合させるメリットってあんまりないんですよ。で、なんでこんなことしてるんかっていうと、おそらく理由は一つやと思うんですけど、なぜなのかっていうと、商品名にダウンを入れるため、ダウンジャケットって入れようと思うと絶対ダウンを入れなきゃいけないので 30% 35% 入れたと思うんですよ。正直この 35% って入れる必要全くないんですよね。これやったら入れん方がいいやんって話なんですよ。っていうのもなんでなんかちょっと入れちゃうとクリーニング出さないとダメなんですよ。でもこれが全部ポリエステル 100% でやってくれれば、家で洗えるし洗濯機で洗えるし手洗いなんかせんでいいってなったらめちゃくちゃ便利やってなるけども、それをしちゃうとダウンジャケットっていう名前が入れれなくなっちゃうんですよ。それやると中綿ジャケットってなっちゃうから、やっぱり皆さんイメージするのでダウンジャケットっていうのと中綿ジャケットって言われたらどっちの方が良いって思うかって言ったら、なんかダウンの方がええんちゃうかなって思うと思うんですけど、まあ、そうなってくるとまあダウンの方がいいよねと。じゃあ逆に言うと、なんでダウンを80とか90とかにしないのってなってくると、ダウンに次寄っていくと値段がこの値段で出せなくなるんですよ。5800円ではね、ダウン 100% とか、合計まあ100ね、ダウンとフェザーで100にすることっていうのがもう不可能なんですよね。それワークマンさんね、そうですよね、そんなダウン 100% にしてお前5800円で売れって言ったらもうほんま800
893なんですよね。893、まあヤクザってことになるんですけども、こうやって中綿にポリエステルとかアクリルを入れることによって、まあ、少し値段をこうぼかしてるとか、まあガソリンでいうところのちょっと、レギュラーを薄めて売ってるっていうかね、水足してこれ薄めてんちゃうかとかっていうガソリン、そのたまに地方にありますけど、これ値段1リットは130円、こんな160円が当たり前の時になんでこんな130円、わかった、ここのレギュラーはあの水で薄めてんねやとかっていうおっさんいてますけども、まあ、そういう状態、もうダウンを薄めちゃってるというか、こうごちゃごちゃにしてもわからないようにしておけば一応ダウンジャケットとは言えるけども、取り扱いがじゃあ中綿ほどしやすいのかっていうと、中綿ほどしづらい。中綿はもうとにかく洗えるのに、変にダウンを 35% 入れられることによって自宅で洗えない。じゃあクリーニング出すか、でも5800円のダウンジャケットクリーニング出して4000円ってアホらしくないですか。もうそれやったらもう今年も買ったらええかって言って、結局これで使い捨てのジャケットになるんちゃうかなっていうところが、僕個人的にはどうなんかなっていうところにはあるんですけど、まあそうやって毎回毎年こう使い捨てるよっていう方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、まあエコの観点からするとあんまり使い捨てるっていうのは良くないかもしれないんですけど、まあそれは理念なんでね、人によって理念が違うので、まあどこを良しとして悪しとするかとは思うんですけど、そもそもまず暖かさも減ってるっていうか、暖かくもないし取り扱いがしづらい、まあここがちょっとデメリットになってくるんかなと思います。まあただメリットねとは言いながらも、どういうところがいいのっていうと、やっぱり圧倒的な価格ですよね。これだけの性能、雨の日でもいけるし風の日でもいけるし、それでなおかつ汚れてもいいっていうところになってるのにもかかわらず5800円でいける。だから言うたら釣りとかね、釣りしてる時とかでもこんな汚れたって全然 OK やし、魚がパチパチついたってなんてことないで、バイクに乗ってたって全然なんてことない。ただこれ来てイオンモール行って、だいたい40歳超えて、この動画見ていただいた方でね、45歳超えてこのジャケット着てジーパン履くと、だいたいお父さんが作業着みたいになってくるから、あそこになんか作業員の人入ってはるけど、なんか今日作業でもするんかなと思われるから、あのちょっとこれ作業着っぽく見えるっていうところが、どうしてももともとワークマンってね作業着やから、そういうところはねちょっと仕方ないかなと思うんですけども、ちょっと注意していただきたい。で割り切っちゃって、もうバイクとか釣りとかで、着ていこうと。で釣りとかやったらもう中インナー着込めば寒さってこう対策できるから、もう寒さ対策してワンシーズン着てもう捨てちゃうとか、まあ、クリーニング出すってなったりしたらね、4000円を2回出してみたら、もうクリーニング代の方が高いんですよ。1回4000円しました、ほんで2回出しました、もうそれだけで8000円するから、もうそれだったらチャオダウンジャケット買った方がええやんってなってくるでしょ。だからそこはじゃあ難しいところにはなってくるんですけども、まあこういうね逆に振り切っちゃってもうダウンにしちゃうっていうのも一つちゃうかなと思うんですけど、 80%20% とかでもダウンにしちゃうっていうのもいいやろうし、逆にもっと振り切って、もう全部中綿にしちゃって中綿ジャケットにするっていうのもいいかなと思うんですけど、まあ、おそらくダウン入れてる 35% ですら入れてる理由っていうのが、ダウンジャケットっていう名前を入れたいがために多分入れてるかと思うんですけど、まあ、そんなこと言ってたら今度次また来年の春ね、新作の展示会もし呼ばれたし行くじゃないですか。高倉さんあんまいらんこと言わないでくださいよと、もうそんなにあのチクチク刺されるようなこと言わないでくださいよって言われるかもしれませんけども、まあ、僕が思ってるほんまのことなんで、これ別にあの案件でもらってるわけでもないし、もう僕自身が自腹で全部今まで買ってきておりますので、ね、ワークマンだけじゃないです、モンクレールにしてもノースレスにもそうやけども、全部自腹で買っておりますので言いたいこと言いますけども、まあそういったことで今回ねイージスフュージョンダウンがね、まあ、こういう感じになってるんじゃないかなと思います。だから僕の生産さんでもこれ持ってるよっていう方いらっしゃるんですけど、結構仕事とか、まあ、そういう趣味とかで汚れたりとかしていい時に着てんねんっていう方も結構いらっしゃったりするので、まあそういうのをデメリット割り切ってね、分かった上で割り切って、着るっていうのはね一ついいんかなと思いますので、そういうのを一つね頭の中に入れていただければなということで、本日はですねワークマンのフュージョンダウンを紹介してみたい動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。